伊藤の豊富読売マラソン優勝を祝し、豊富市役所には看板が取り付けられた伊藤健太郎は日本の陸上競技選手。専門は中距離走、長距離走、山口県豊富市出身。山口県立南洋工業高等学校を卒業後、地元に事業拠点を置く共和発行工業に入社。同じく地元出身の近似高校を監督に新たに 陸上部を立ち上げ、以後、監督一人に部員一人という体制で地元を中心に走り続けている異色のランナーである。なお、共和発行の豊富の事業拠点は、キリングループ入りで、現在の共和発行キリンに変わった際分社され、共和発行バイオの拠点の一つとなっており、伊藤も現在は、同社の陸上部員という扱いである。これまでに、地元の豊富読売マラソンに、 第31回から第33回までと、第39回の4回出場しているほか、別府大分毎日マラソン、九州一周駅伝山口県選手団など、九州、山口を中心とした様々なロードレース大会に出場している。マラソン大会では主に一般参加である。伊藤が改めて注目される契機となったのは、6年ぶりの 参加となった第39回豊富読売マラソン。レースは序盤にモンゴルからの海外招待ランナーが飛び出し、このまま逃げ切るかと見られたものの、伊藤は終盤で追い抜き、疲労困憊ながらも、悲願の初優勝を成し遂げた。なお、豊富のコースは、その一部が普段の練習コースであるという。伊藤の走りのスタイルについては、 水泳の面かぶりクロールのように手をこぐようにぐるぐると腕を回しながら走ることから一部で競泳双法と呼ばれている。ありがとうございます。